皆さんこんにちは、まめです。今日ご紹介するのはこちら、ウィジェットスミスというアプリ。実は海外では iOS14 の新機能、ウィジェット機能を最大限に活かせる定番アプリとして定着しつつあるようです。どういうアプリかというと、このようにカレンダー用のウィジェット、歩数表示のウィジェット、好きな写真を表示できるウィジェット、他にもたくさんの種類のウィジェットがありますが、ウィジェットスミスというアプリを一つ入れるだけで、このようなたくさんの種類のウィジェットを自分でカスタマイズしてホーム画面に設置できるという画期的なアプリになっているんです。しかしこのアプリ、日本語には対応していないので、少し分かりにくくてカスタマイズしにくいといった声をたくさんもらいました。そこで今回の動画では、このウィジェットスミスの使い方を分かりやすく丁寧にご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずは App Store からウィジェットスミスのアプリをインストールしてください。リンクは概要欄に貼っておきます。それでは開いてみましょう。こちらがトップ画面になります。ウィジェットには3つの種類があって、一番小さいサイズ、中くらいのサイズ、一番大きいサイズに分かれています。それぞれ別々にカスタマイズすることが可能です。でははじめに一番小さいウィジェットからカスタマイズしていきましょう。こちらのスモールナンバー1と書かれたところを押してください。このような画面が現れます。デフォルトウィジェットと書かれたところをタッチしてください。これがカスタマイズ画面ですね。4種類のカスタマイズができます。スタイル、これはカレンダーにするか、写真にするか、歩数にするかなどなど、カテゴリーを選べるところですね。次にフォント、色、文字の色です。背景色と4つの種類をカスタマイズすることができます。それではまずスタイルから。今回はそうですね、まずは好きな写真を表示できるカスタマイズにしてみましょう。こちらのフォトと書かれたものをタッチしてください。すると下の方にセレクティッドフォトと表示されますので、こちらをタッチしてチューズフォト、あとは自分のアルバムの中から好きな写真を1枚選ぶだけ。選択できたら1つ戻ってセーブをタッチしてください。これでカスタマイズが完了しました。ホーム画面に戻って設定してみましょう。ホーム画面を編集、ウィジェットスミス、こちらですね。ウィジェットを追加してください。これで完了です。するとこのような文字だけのウィジェットが追加されました。これだとちゃんと表示されていないので、もう一つしてほしい作業があります。このウィジェットを長押しして、ウィジェット編集をタッチしてください。すると、ウィジェット、スモールナンバーなんとかが表示されました。これさっき見覚えないですかね。こちらをさっきカスタマイズしたスモールナンバー1に設定してあげて、ホーム画面に戻れば、このように先ほど選択した写真がちゃんとウィジェットに追加されました。では同じ要領でもう一つ小さいウィジェットを設定してみましょう。こちら、アットスモールウィジェットをタッチすれば、もう一つスモールナンバー2というウィジェット設定項目が作られました。こちらを設定していきます。今度は歩数計を表示したいと思います。こちらですね、ステップカウント。フォントを変えてみましょう。フォントをタッチして、そうですね、こちらのフォント可愛いですね。あとはカラーも変えてみましょうか。ちょっとカラフルな緑色にしてみます。バックグラウンドカラーもこちらにしてみましょう。一つ戻ってセーブを押します。ホーム画面に戻って
こちらですね、ウィジェットスミス。小さいサイズのウィジェットを追加。完了。長押しして、ウィジェットを編集。スモール2を選択して、OK。歩数計が表示されました。では次、中くらいのサイズのウィジェットも追加してみましょう。あとは同じ要領ですね。中くらいのサイズはこちらのウィジェット。同じようにタッチしていって、カレンダーを表示させてみましょう。こちら。色も変えましょう。まずはフォントをこちらにして、色は黒がいいですね。バックグラウンドカラーはクリーム色にしておきましょう。一つ戻ってセーブをタッチします。ホーム画面に戻ってホーム画面を編集。ウィジェットスミス、中くらいのサイズをウィジェット追加。もう設定されていますね。この場合は長押ししてウィジェットを編集しなくても大丈夫です。それではもう一つとっておきの使い方があるので、そちらもご紹介したいと思います。ウィジェットスミスを立ち上げて、先ほどの好きな写真を表示するようにカスタマイズしたこちらのウィジェットをタッチしてください。こちらの画面でここ Add a Timed ウィジェット、こちらをタッチすると、このような時計のような画面が表示されました。これどういうことかというと、時間ごとに好きな写真を入れ替えることができるんです。ですので、朝の8時から10時までは、こちらの違う写真を選択しておいて、プラスを押して、10時から夜の6時までは、また違う写真を選択することができます。こうしておけば、朝の8時から10時までは、この緑色の写真、10時から夜の6時まではハンバーガーの写真、それ以外の時間はデフォルトで設定しているこの写真がウィジェットとして表示されることになります。これ写真だけではなくて、カレンダーのウィジェットであっても歩数計のウィジェットであっても、全てのウィジェットをカスタマイズして時間設定しておくことができますので、時間で表示を変更したいという方はぜひこの機能を活用してみてください。以上がウィジェットスミスの使い方になります。無料ですし、カスタマイズも持っているよりかは簡単ですので、ぜひトライしてみてください。それではまたお会いしましょう。